名電築港駅は愛知県名古屋市港区大江町にある名鉄築港線名古屋臨海鉄道東築線の貨物駅である。駅構内は東築線側に広がっており、築港線側からは名電築港信号場と称されることがある。名鉄築港線と名古屋臨海鉄道東築線との交点はほぼ90度の平面交差の箇所があるが、当駅の敷地は この箇所を含めた北側一帯である。駅構内の線路の終点はこの平面交差から北へ約500メートル付近まで伸びている。当駅の敷地へは、実行線からは直接入れない。当駅の終点部から東、名古屋港駅へ向かう引っ込め線があり、大江駅方面からの車両は一旦東、名古屋港駅へ向かい、スイッチバックで引っ込め線に入ることとなる。 敷地内の線路は実行線の線路を除いて、電化されておらず、電車を留置することはできない。数本の引っ込み線があるほか、目立つ駅舎はない。1984年に名古屋鉄道実行線は、貨物営業を廃止しており、貨物駅であるが定期貨物列車の設定はない。しかし、名古屋臨海鉄道当地区線から東港線を経由し、 JR 東海道本線笠寺駅へ接続されていることから、車両、資材の搬入や、廃棄車両の搬出、車両の輸出などの車扱い貨物の中継駅として、重要な駅である。名古屋鉄道の車両の搬入例として、日本車両製造豊川製作所からの場合を、挙げる配線図上では名電蓄行と記され、米目や五郎丸などと同様の扱いとなっている。 柴田東郷、鉄道趣味から見た、信号場信号場小模号も、鉄道ピクトリアル第882巻、電気車研究会、2013年11月、72ページ。AB 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図、白井吉和、 名古屋市交通局7000系の出場階層、レールファン第50巻、第2号、鉄道ともの会、2003年2月1日、11ページ。ABCD 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7号、新庁舎、2008年、47ページ。ISBN 978から41億790万258。鉄道省監督局、地方鉄道。 起動事業の現況並みに、移動、電気協会雑誌、第205号、日本電気協会、1939年1月、付録2ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、340ページ。愛電池公益に関するカテゴリー。ありがとうございます。